こんにちは、高橋着物工房の高橋です。今日はですね、洗濯ネットの話をしようかなと。っていうのはですね、結構全国歩いてて、洗い方とかの話になって、特にうちは朝綿がね入ってたりするので、綿がよれないためにはとかって話をすると、ネット使わない人もいたり、もう何でもネットに入れる人もいたりして、結構洗濯ネットに何を入れて何を入れなくてもいいのっていう基準って、まあそれぞれでいいんですけど、まあ、一応なんか私的にはこう考えてるっていうのをちょっとお話ししてみようかなと思って、洗濯ネットのお話をしたいと思います。で、今日のコーデは、これは山下文子さんの喜八丈になります。それと帯は菊寿さんということで、もうかなり冬に突入してきた感じですが、秋の名残みたいな今日はなんかコーデになってしまいました。はい、それでは早速、ネットの話をしたいと思います。で、まず洗濯ネットに入れるメリットっていうのは何ですかって言ったら、まずね、やっぱり、うちの商品なんかだと紐が長いもの、まあ、こういう肌着なんかもそうですけど、洗濯物でね、このままだとすっごい絡まったりするじゃないですか。紐が長いものなんかもまとまるので非常に絡みにくくなるっていうこと、それから、当然ですけど、ガラ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 っと洗われるわけですから、ドラムよりはね、こう普通の、こう縦型のやつの方が摩耗が大きいですけれど、摩耗が大きいってことは、生地の表面がこう傷みやすいっていう反面、汚れ落ちがいいっていうこともありまして、で、ネットに入れるメリットとしては、表面がなんかこう毛羽立ちやすいって言ったらいいんですがね、ですから天然素材のものとかはやっぱり毛羽立ちやすかったり、あとこう引っ張られますから型崩れさせたくないなとかっていうものは洗濯ネットがやっぱり有効だと思います。ですからポイントとしては、紐とか長いものだと絡まりやすいから入れたらいいんじゃないのっていうことだったり、表面が色がね綺麗で発色が綺麗なものが、退色してったりする原因にもなるので、なんかその表面のあれを守りたいっていう時には有効だったり、それからその型崩れ防止みたいな意味で有効だったり、あと、結構これ気づいてないかもしれないけど、一つ大きな問題として、例えばこういう金物がねついてる場合、この金物が他の洗濯物に悪さをするかもしれないなっていう時には入れるとね、守られていいということが言えます。で、ですが何もかにも洗濯ネットに入れるっていう方もいるんですけれども、洗濯ネットに入れるデメリットは、まず私が考える一番のデメリットは、汚れ落ちが悪くなる、要は動きにくくなるわけですから、その分こうやって落としてる、汚れ落としてる部分はピタッとこうなってこうやって動くだけなので、汚れ落ちが悪くなるっていうことがあるので、例えば部分的に汚れがひどいものなんかはやっぱそこをちょっと先に石鹸つけて洋洗いするとか、そういうような配慮はね必要かなと思います。はい、でうちの商品に限って言いますと、例えばね、大概多分洗濯ネットに入れてるだろうなと思うのは、こうマジック、ね、脱着のテープがついてるもの、特に嘘つき袖なんかはオスがついてますから、オスがついてるとね、やっぱり他のものに悪さするんですよ。メスって柔らかい方の方は、あれはね全然何に当たってもそんなね他をいじめるってことはあんまりないですけれども、オスは絶対他をいじめますので、必ずこの脱着テープの硬いところがこうやってあらわになってるものですね、こういうものはやっぱり、例えば洗濯ネットもね大きさいろいろありますけどね、なるべくね単体で入れるっていうのがおすすめ、汚れ落ちが落ちにく、汚れ落ち
の、良さっていうことと、それから他と、脱着テープのものなんかは他が絡まないということもあるし、あと脱着テープで袋が傷みますから、同じ袋を使うとね、なんかいいかなと、こうなんか連れてきたりなんかするんですよね。なので同じ袋をね、こうやって使うといいかなと思いますね。今金物もね、傷むから嫌だって、これの金物が他のものに悪影響を与えるんじゃないかって心配なさる方もいますが、今ほとんどこうやってね、カバーがねついてるの、この奥までキュッて、まあこれが面倒くさいって私は思うんですけど、まあ一応ねやってます。はいはい、こんな感じでね入れていただくといいかなと。それから意外と入れなくていいよっていうのが、この腰すっきりパッド、これだってこんなにでっかいオスがついているじゃないですか。確かに。ですがこの面積でここにちゃんと貼り付けたら、どんだけこうなってもですね、実はね剥がれないんですよ。やっぱ面積大きいと力が強いですね。ですので私はこれは表面も毛羽だって荒れるなんていうこともない素材ですから、きちっと折ってあるんでね、このダイレクトワッフルって、そんなにね劣化を感じさせないんですよ。ですので私は汚れ落ちのいい方を取ってですね、私はこれはね洗濯ネット入れません。ただ心配な方はね、全然入れてくれてもいいですよ。入れてくれてもいいですけど、私は入れません。でね、空心菜、これはね、どっちかな、私はね、このぐらいの紐だと、結構ねそんなに絡むというほどには感じないから、太さもあるのでね、あとねこれね、綿じゃないんですよ。滑るんです。だから意外とね他の、ものとも絡まりにくいっていうこともあって、なこの洗濯ネットのデメリットの一つに、面倒くさいっていうのがあるでしょ、入れるので、そう面倒くさいなっていう時は入れなかったり、まあ今日は余裕って思ったら入れたりですね。あと大きな、例えばスリップだとか裾よけだとかっていうところの端っこにちょこっと入れるみたいなことはねしますね。はい、なのでどっちでもいいみたいなねことです。でさ、こちらのものはさっき言ったように、やっぱり金具があるものはね、やっぱり絶対入れた方がいいとは思うんですね。まあ袋もこれ脱着がここについてますけど、これ少しの面積ですから剥がれる可能性があるんですね。ですのでこれも袋だけ洗うっていう時はネットに入れていただいた方がいいかなとは思います。はい、で朝綿が入っている夏子、鈴子、朝子、この3兄弟はですね、ぜひともネットに入れていただきたいんですね。っていうのは紐が長いこと、もうこの朝子ちゃんなんかねあります。当然スリップなんか裾よけなんかもこのね綿の紐はねすごい摩擦力があるから、すっごく他の洗濯物とこう絡まっちゃうんですよ。ですのでやっぱりこの綿の紐がついてるものはやっぱり洗濯ネット入れた方がいいと思います。それとこの綿が入ってるものは絶対ネットっていうのはなぜかっていうと、これ5ミリにシート状にして綿をですねスーッと樹脂を引いてるんですよ。つまりよれていかないように、こう綿がね洗うことによってどっかに溜まったりするともう着心地が変わっちゃうし、効果効用も変わっちゃうじゃないですか。この樹脂をそのまま洗濯機に入れるとこうやってね引っ張ることになるので、やっぱりよれやすくなっていくんですね。ですのでぜひとも洗濯ネットで、特に朝子ちゃんのようなもの、鈴子はまあどこということもないけれども、この大概はね ここの襟のところと脇の下がねやっぱりねひどく汚れるんですね。だから裏返してもらうのは裏返してもらうとなおさらいいとは思うんですけれども、そうしておいてこれはこうパタッとねこうやって半分に折ったらば、私は下からくるくるっと巻いてくださいっていうふうに言ってます。でお袖折って、この一番汚れる脇の下とか襟ぐりが一番外に来る形にしといて、で結構ね小さいですよこれ、この
これが大きいのに入れたら洗濯機で回ってるうち開いていっちゃうじゃないですか。だからこういう大きいものは裾よけとかにして、このすごいこんなちっちゃいのにわー入れにくいわっていう感じなんですが、頑張って入れてください。これね、あの長持ちさせる、あのうちがあまり教えたくない技を教えるわけですからね、長持ちしなきゃ変えてくださるって思えばね、本当は教えたくない技ですが、あのぜひこうやってピタッとピタッというふうに、これなんか朝子のために買ったようなね、ネットですけど、この全く動かないよっていう状態にして洗濯機ポンと、普通水流で大丈夫です、普通脱水で大丈夫ですから、この動かない形にすれば一切樹脂が引かれていくっていう状況がないので、綿がよれていくっていうことは完全に回避できますので、ぜひ朝子ちゃん愛用している方はこのようにちっちゃいネットにキュッと入れてみることをおすすめします。同じようにですね、あの T シャツとかセーターみたいなニット系のものなんかも、 あんまり大きいものに入れるよりはちょうどいいものに入れていくっていうふうに考えると、あのよれももちろん起きませんし、あの汚れ落ちもネットに入れる中ではいいのかなと。一気に何枚も突っ込んじゃうと、やっぱりその重なったところになかなか洗剤がいかないとか水が回りにくいとかっていうことがあるので、有効活用するなら1枚ずつ入れるのかなと。私あの上下別々の場合はそれぐらいは一緒に入れちゃいますけれど、やっぱり3枚4枚5枚っていうふうには入れないっていうふうには心がけています。今100均でたくさん安くね売ってたりしますし、意外と洗濯ネットいろんな形があると便利かなと思います。ぜひ活用してみてください。それでは今日はこの辺で、さよなら。